加賀屋の鶴の間 YouTube お願いします。はい、すごい息切れしてましたね。いや大丈夫だよ、もう。いや、うち栽培長の階段をさ、はいはい、うん、一緒に上がってきたわけじゃないですか。そうだね、うん、まあちょっとそのギリギリだったっていうのもあるからね、うん、そのちょっと急いでね、うんうん、でも俺と同じ階段を登ったのにさ、うん、まだ疲れてるじゃん。もう10分くらい経ったのにさ、うん、いやまあそんなに経ってもないけどね、まあ別に本当まあ5分くらい、あ、まあまあ5分くらい、あ、5分くらい経ったじゃん。そこはちゃんと、うん、してほしい。5分くらい経ったよ、じゃあ、まあ、ね、もう、いや、え、7分くらい経ってない。いやまあ5分くらいじゃないですかね。まあまあいいよ、うん、5分くらいでも5分くらい、うん、まだハーハー言ってるじゃん。うん、え、どっち、何がちょっと心配されたい。他の何かが抱えてる。いやいやいや、なんかそのここで俺注目、病弱で注目集めたくないの別に。みんなから大丈夫大丈夫、本当でも体調悪いんじゃないみたいな感じで注目集めたいとは思ってないから別に。これの一個前に何か体力を使う何か仕事があったりとか、うん、あったんじゃないですかみたいなこと言われたいから、俺が、うん、俺は息切れてないわけじゃん。違う違う違う、これはもう全然違うよ本当に。加賀くんがすごい。いや違う違う、そういや本当にこれは、うん、加賀くんがいつもそのやっぱり体力を気にしてるから、それがすごい普通の、俺は普通の人。え、じゃあ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 いいけど、じゃあじゃあさ、うん、は始まるね、 YouTube ビフォートークでやって始まる直前にさ、はいはい、って言ってさ、うん、みんなで聞いたらさ、うん、あ、これ余分に息吸ってるから、うん、この後のために余分に息吸ってるって言ってたじゃん、うんうん、あれは何なの。いや、あれはまあまあその、まあこのあと息切れしないために最初に水をためとくというか、水、うん、酸素を吸うね、うん、酸素を吸引して、でそれで何事もない通常営業の会話をお届けしようっていう。あ、なるほど、ね、腹、うん、あ、じゃあなんかあるわけだ。何が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 、え、この話の流れからは、じゃあなんかあるわけだ。あ、なんかあるわけだ。いや、そのビフォートークでその話したい話があるから、これは長丁場になるぞと思って。いやいや、そういうわけじゃないじゃん、別に普通に始めたことだから。ここで水面に出て息吸っとかないと、こっからもう潜り続けるぞっていうくらいの。いやいやいや、別にそのノンストップトークするから、うーって吸ったわけじゃない、別に。やめて、そのなんか変なプレッシャー与えるの。いや、でも言ってたからさ、なんかなと思って。一息滑らない。一息滑らない。別でしょ、ね、それは企画が息継がない、息継がない選手権で、ガッチャンコしすぎだって、それは。息継がない、息継がない、滑らない話、うん、いやまあ昨日あ、もう息吸ったよ。ちょっと待って、こっからにしよう、こっから、うん、昨日衣装合わせというか、カツラ合わせがあって、なんか別のお仕事であるんですけど、そのカツラ合わせをしてて、でなんか帽子みたいなのを被るみたいな役だったんですけど、その時になんか遠くの方でマネージャーさんとなんかプロデューサーさんがいてて喋ってたんですよ。まあでそれ聞こえたのが、まあ、顔でかいですからねみたいなの聞こえて、あ、なんか顔でかいねって言われてるわとかと思って、であとその電車に乗った時にマネージャーさんに聞いたら、プロデューサーさんが加賀さんのことを顔大きいですよねって言ってて、ちょっとマイルドにしてくれてた。はい、終わりです。はい、終わりです。はい、息継がんな。いやいやいや、滑らんなで会ってくる。息継がんな、ないよそんな番組、息継がんな。なんとなく両方ともやってんのよ、松本さん。ガキつかむ企画でもありましたし、ね、息継がないよね。息がつかないよ、やってるから。ファンなだけだよ、ただ今。そう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 。で、自分のことを加賀って言ってたのね。加賀って言ってました。今、加賀さん顔でかいからっていうの言ってたんですよ、プロデューサーさんがって言って、その自分の名前間違えてた。自分の名前間違えてた。それは頭に酸素がいってないでしょ。ちょっと呼吸してくださいね。そうだね、これは呼吸しないと。本編何話しますか。本編はですね、まあ昨日事務所ライブだったんで、その話をしようかなと思いますね、うん、はい、ピンネタでやらせてもらった事務所ライブに出たんで、そこで出てた、まあ、スタンダップ講義、うん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 、ちょっとの話とか、ちょっといろいろあったんで、その話をしようかなっていう感じですかね。ジャンピングイエローにそうゲストとして出るって。そう、ゲストとして。すごいことだよね、これはね。そうそうそう、前から比べたら本当にすごいことで、これどんだけすごいことかっていうね。本当に、まあ、まあまあまあね、全く分かんないでしょ、ジャンピングイエローにゲストで出るっていうことが。事務所ライブにであるんですけど、ジャンピングイエローにゲストで出るってことはもう相当上ですよ。本当に
いやまあまあまあ、あの後輩の徳原旅行もゲストで出てたんだけど、まあ、まあ、俺らの頃のジャンピングエールとはちょっとまた違うかもしれないけど、また出させてもらってその時の話を。加賀さんは？僕はなんかちょっとその、うん、話したい話を話すかなっていう感じ。ノーヒント、うん、まあまあまあ、まあ、うん、どうしようかなっていう、うん、どうしようかなって、まあまあ本当はもうちょっと見てから話したいなっていう、うん、ああなるほど、これからね、うん、そうそうそう、ちょっと振り返ってみて、はいはい、思いながら、でもまあ一個、うん、はい、ありますあります、うん、どういう感じの、まあなんかその話したそうな話を、うん、話す、掴めないな、全然掴めないですね、うん、話したい話を話すっていう、そういう感じでもいいんだ。まあ全然その寝言の話とかもしてもいいけど、まあまあ本編ではもうしないから。あ、寝言の話？そうそうそう、本編ではもうしないの？もうしない、なんかその出しすぎるとさ、よくない。まあ一応その報告がてらやってもいいけど、まあね、コーナーにしてもいいぐらいよ。いや、あの今日の寝言っつって、うんうん、一応今寝言31まで溜まってる。めちゃくちゃあるじゃねえか、おい。うん、まあでも1ヶ月分1個あるじゃない、うん、ちょっとぐらいは溜めて話してもいいかなっていうくらい、まあ、なるほどね、うん、いっぱい収穫しすぎて、うん、そう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 収穫できすぎてちょっと溜めてんだ。そうですそうです。あ、なるほどね、はい、あくらいかなっていう。なるほど、うん、俺ですね、ちょっとビフォートークでですね、うん、ちょっとね、まあ、本当に大したことないんですけど、まあ、なんかビフォートークでもちょっと一個、はいはい、なんか企画じゃないけど、うん、なんか決まりのやつあった方がいいんじゃないかなとかって思って、最後の最後に別にそのなんか言ったらその目覚ましじゃんけんみたいなこと目覚ましじゃんけんみたいなこと、おいおい、音で音でっていうか、まあそうね、目で楽しいやつじゃない？いや、まあみたいなポジションのやつ、うん、その必ずあるもの、うんうん、でちょっと考えてきてて、まあ別にその盛り上がる、盛り上がればいいですけれども、そんなそこまでハードルは上げずみたいな感じでやりたいのが何かやってさ、うん、毎日好きって言ってもらわないと不安になりそうだよね。なんか今の確実な何かがないとさ、めっちゃ不安になりそうだなと思って。いやいや、これは決まりね、これは決まりねって。いや、なんかそういうのがあったら俺的には楽しいかなっていうね。え、でもだってあなたがメインでやるやつってことでしょ。まあそう。いいよ、何ですか。もうあなた自分のことしか考えてない。今ちょっと準備して。大丈夫、好きだよ。うん、大丈夫。ありがとうございます。ありがとうございます。え、そう。うん、本当に？そう、みんなみんな加賀さんのこと好きだから大丈夫だよ。やりたいのは、はい、僕ずっと懐かしいものが好きって言ってるじゃないですか。はい、言ってます。で、今からですね、そのこの4人、つやさん、ディレクターつやさん、作家白竹さん、うん、で加賀、うん、いるグループラインにですね、僕が。1枚写真を、うん、画像を、うん、あの送ります。で、懐かしい度で1から5点つけてもらって、それでなんか点数高いければいいみたいな感じにしたいなと思って。待ってればいいんですか。そうす、まあ、あの携帯開いて待ってればいいです。そしたら画像、僕から画像が送られてきます、うん、でそのファーストインプレッションで、あ、懐かしいと思ったら、その、まあ、点数を5段階でちょっと出してもらえたら。いきますよ。はいはい、送りました。あ、どうですか、どうですか、あ、どうですか、これ、うんうん、これはですね、匂いのするペンですね。プチコロンな、プチコロンシリーズ、うん、プチコロンシリーズ、これどう。あ、帰ってきました、白竹時雄さんから、はい、点数返ってきました。いいですね。あ、そっか、そうなのか。つやさんとですね。あ得点、匂いのするプチコロンシリーズの得点、白竹時雄さん 3.5、 加賀さん、通夜さん 1、 合計が 7.5。 つまりなんか懐かしくないんだよ、ね、懐かしくないのか。なるほどね、通夜さんの胸ポケットにはプチコロン入ってるから今も使ってるってこと。現役でこれ使ったことない、見たことないとかじゃなくて、今も使ってるから、使ってるから言って現役だからってこと、うん、なるほど。で、今日のエントリーはプチコロンシリーズということで、これが 7.5 点、ね、果たして15点出るのかどうかっていうね。実は相方が過去に戻ろうとしすぎて不安不安やわ。ほんと未来のこと話そうや、やめてよほんまに。なんかあるかなと思って、ね、忘れるばっかり考えてる、ね、
バスレクリエーション。誰がバスレクリエーション、道中バスレクリエーション、ラジオだ、ラジオ、うん、ラジオを盛り上げたいと思ってんだ俺は。はい、やりたいこと以上です。あ、はい、あなたが仕切りだよ、はい、なんでほったらかしにするわけ。やりたいことは以上です。いや、僕のやりたいことは終わりました、ね、本編ではやらないね、はい、やらないです。はい、やらないです。それでは本編もぜひよろしくお願いします。お願いします。YouTube でした。